今日もね、こんな皆さん来てくれてありがとうございます。何度も言うんですけど、本当に郡山さんのセッションじゃなくて大丈夫ですか <laughs> 今が最後なんですけど。はい、ということで、おはようございいます。すす<ー>ちょっと元気ないででね。2日ですか、皆さん。おはようございます。 はい、元気出していきましょうね、午前中なんで。はい、ということで、ですね、今日はキャッシュと向き合う、キャッシュと共に生きるという話をしようと思うんですけど、はい、大丈夫かな、二行堂の人も別におはようございますって言ってもらってもいいんですけど、はい、やっていこうと思います。はい、で今日はね、キャッシュ自体、だからキャッシュの実装、PHP だと、こういう風に実装するんだよとか、こういう風にロック取るんだよみたいな、実装自体の話はしませんっていうのと、あと、この本あ、このスライド自体もアップしてるので、ああの見たかったら、です、ね、ペチパー会議の,あのプロポーザルのところのリンクの中にあるので、まあ、見てくださいと。 まあ、話で、あ、おはようございます。いいですね。あ、おはようございます。おはようございます。いいですね。で、合わせて読むと良いって話で、えっ、ー、と、これ、ウェブアプリケーションのキャッシュの戦略とそのパターンっていうのをですね、オズニオンっていう人が、えっ、ー、と、2017年ぐらいかな、のビルダーズコンかなんかで喋ってるんですけど、まあ、これも、まあ、合わせて読むとよくて、 あとはねこれ壮大さんという人がブログを書いてるんですけど壮大なる落書きっねキャッシュを活用するために必要な知識と勘どころってだい大体これがスライドになったらこのスライドになるみたいな感じなのであのこれもぜひ読んでもらいたいなと思ってますはい、えー、これキャッシュは麻薬、聞いたことある人あそうですよねねこれ,ねこれキャッシュは麻薬って言われていてこれはねインターネットでよく言われてるんですけどあのだからこそ正しく使うことが、まあ、重要っていうんですがキャッシュア麻薬ってどういうことかというとキャッシュ使うと劇的にパフォーマンスが向上するんですよ。 でわこれはめちゃくちゃ便利じゃんってって、まあ、どんどんこうキャッシュを使い始めるんですけど、まあ、麻薬と一緒で1回使い始めるとやめにくいんですよ。これキャッシュ本当に必要なんだっけとかここの効果ってキャッシュによってどれだけ速くなってるか分かんないけどやめたら遅くなるかもとか、えー、やめたらあのダメかもとか次実装するときもキャッシュ使わなきゃいけないかもってどんどんキャッシュを使いたくなるとで,でキャッシュに依存するとあのこのあと話するんですけどデータ構造が難しくなったりとか。 あの、更新処理とか難しくなって、サービスのね、開発が止まってしまうとか難しくなってしまう、技術的負債になってしまう。だからこそ正しく扱いましょうと。で、だから最初からキャッシュバンバン使い戻すのは良くないぞっていうのを僕はよく言ってるんですけど、そうするとね、長谷川さんが、いや、キャッシュはでも使うでしょって言ってるから、ちゃんと正しい扱い方を説明してくださいって言われたんで、今日正しい扱い方を説明します。はい。で、キャッシュを利用するために必要なことって話なんですけど、正しい知識を持って正しく活用するっていう話、まあそれだけなんですけど、その話をします。 はい。っていうのは今日のテーマです。はい。で、今日の、あ、全体なんですけど、まあ、自己紹介軽くして、えー、キャッシュのね、じゃあ使いたいっていう時に、どういうところをね、気にして、使うか使わないかと判断して、で、アルゴリズムの話と、えー、その上で大事なことって話をしていきます。はい。で、 自己紹介なんですけど僕、曽根武智といいます。下の名前がですね、総大て読めるので、インターネットでは総大さんと呼ばれていて、株式会社リンケージって会社の CTO をやってます。ハブハンティックって会社、僕、ハブハンティックのバーーが来てるんですけど、これやっぱ自分1人しかいない会社なんですけど、リンケージはね、予防医療の会社で、今日もリンケージの人はたくさん喋るので、見かけたらですね、あ、リンケージさんですねって言ってあげると、みんなが喜ぶと思います。あと、ポスグレユーザー会でいるんですけど、今日マイスの話ばっかりなんで、まあ、僕が、ね、ポスグレの話をで、ね、Twitter でどんどん言っていこうかなと思ってます。はいで これ言えってまあリンケージはねあのスポンサーなんでスポンサーの話するんですけど予防医療のリンケージって話ところにいてまあエンジニアもね募集してたりとかアプロダクトのね採用も募集してますのでぜひこの予防医療のリンケージっていうのだけねつぶやいてもらいたいと思います今今みんなツイッター出してもらってねあ X か X 出してもらってこれだけつぶやいてくださいはいあ本当に言ってますよ <laughs> はいねアジェンダやっていきますでキャッシュドリーの検討と事項という話なんですけどはい一番最初にやってほしいこと これ本当にキャッシュが必要って10回ぐらい聞いてください、本当にあのプルリクでこれキャッシュしましたって言ったら、まずもうボットがこれは本当に必要なキャッシュですかって聞くっていうぐらい、これはもうマジ考えてほしい。なぜかというと、最初に言ったけどキャッシュを始めたらやめにくいんですよだからやらなくていいんだったら限界までやらなくていいんですよなのでまずは使うっていいかどうかっていうのマジで10回ぐらい考えてほしい。で これあのキャッシュを導入するってことはどういうことかって話にもなるんですけど、ちょっと見えにくい人はね、頑張ってもらって、頑張ってもどうにも今ならないと思うんですけど、あので上があの,あの,上のやつだとキャッシュがね、一段にあるんですけど、キャッシュがあると、ありがとうございます、キャッシュがあると、あのデータベースからのアクセスがそのキャッシュの層で返せるから、たくさんねあの、リクエストを返せますよと。だからキャッシュを入れたほ、まあ、そが、パフォーマンスが上がりますよっていうのはそういうところなんですけど、まあ、キャッシュをまず保存するだけが必要なんですよね。 でキャッシュ保存するところが必要ですし次はデータ更新したありますと A が B になりましたってやったらこのキャッシュ A と 実際の B っていうところの差分が生まれるんですよ。でこのキャッシュの更新っていうのもしなきゃいけないと。この2つが失敗あのこうキャッシュを難しくする理由ですといったところです。例えばね、ねキャッシュが、まあ、A に入っていってるのが B に変わってなかったら、なんか実際にセレクトを投げるとキャッシュ B あのデータ B なのにキャッシュ見ると A じゃんみたいなこと。でこれでなんかユーザーの情報が違うとかね、ね、えー、返ってくる商品データが違うとかが問題になるって感話ですね。はいであのー キャッシュを使い始めると、えー、次に何が起こるかというと、キャッシュの多段っというのをやろうとするんですよね、キャッシュの多段が弊社になるよって人、本当に絶対みんなや、回、まあ、ると思いますよ、えー、僕も、ね、たくさん見てきましたから、<laughs> 僕もたくさん失敗してきましたからね、あのキャッシュを使った次のキャッシュを作りがちなんですよ、だから一番分かりやすいのが、日報を毎日作ってます、日時データ作ってますと。 これは元データから日時データ作ってて、その日時データを使って月時データを作るとか、週時データを作る。これキャッシュのターダと一緒なんですよ。日時データが壊れてたら月時データも壊れるんですけど、あの日時データが壊れてるかどうかっていうのは元データに依存するわけじゃないですか。まあ、これ右の例、あの、下の例がそうなんですけど、あの、例えばキャッシュ、 まあ左から1,2,3とつけた時にえ、キャッシュ1が古いと。データ古いじゃん。月次レポートおかしいよって言われて。で,でも月次レポートはどこがおかしいんだろうって一生懸命見てもわかんない。なぜかっていうと、その日報レポート自体が、日時のレポート自体が壊れてるから、その真ん中のデータが実は壊れてますと。で、その前にこう1時間単位のデータを見ると、この1時間単位のデータはちゃんと動いてると。で、そうなると、じゃあその3つのデータを見た結果、あ、これ真ん中のやつが壊れてるんじゃっていうのことをあの気づかないといけないんですけど、それが多段してると、じゃ 例えば今の話ね、月次、週次、日時ぐらいだったらいいけど、じゃあ、フロントエンドとバックエンド、アプリ例えばスマホアプリとウェブの CDN とか、キャッシュの多段っていうのは全然あり得て、そういうところで、じゃあ、どこのデータが壊れてるのかって把握するのがまあめちゃくちゃ大変ですよということがあります、はい。なので、キャッシュって不要なら使わないに越したことがないし、多段はやめたほうがいいよっていう話なんですけど、はいえー、とはいえね、まあ、キャッシュって結局使わないといけないよっていう話があって、で えー、キャッシュを使うときに、やっぱコンポーネントやミドルウェアが追加されて、複雑性が上がって、運用のレベルが上がるんで、えー、難しくなんで注意しましょうとは言いながらも、あのやっぱ劇的にパフォーマンスが上がるっていうところは、やっぱ無視できないんですよね、でそういうところがやっぱりキャッシュが麻薬っていうところで、えー、キャッシュはね、やっぱある一定以上,以上の規模になったときには、やっぱ活用を避けては通れないっていうところがあります。はい なのであのその一定の規模以上の人向けに今日は話をするんですけど本当に必要な時だけ使うと約束してくれっていう話なんですがだいたいねウェブアプリケーションだったら普通のゲーム系とかでも RDB でさばけるしうんそう、ねえー、メディア系例えば僕前おみかれって会社いた人にハテナって会社いたんですけどハテナブログとかでも。あの データのキャッシュどこに置くかあるんですけど、HTML のキャッシュとかあると思うんですけど、まあ、多段のキャッシュとかをしなくてもさばけたりとかするので、本当最小限で大体のサー,バーサービスは運用できるはずで、なのでキャッシュをどんどん使いますという話ではないなと思ってるんですけど、えー、ここをね、やっぱ本当にキャッシュがないとできないのって、それインデックス貼るだけで解決できるんじゃないのとか、PHP のアルゴリズムを改善するだけで。 できるんじゃないのとかあとねたいねデータ構造を直したりとか最適化することで解決することも結構あるからループを減らすとかは、まあ、そういうことでねアルゴリズムで解決できることとかもたくさんありますなのでそれをやった上えであマテビはキャッシュ扱いですはいマテビはキャッシュ扱いですはいでそういうのやった上ででも必要だというレベルもあるのでそういう時の話をしていきますはい、はい、10分で使うために必要に ななるるこことと確認すすんですけどキャッシュとの相性っていうのがまずあってそのキャッシュって何をキャッシュするかってデータとか計算量をキャッシュするんですけどキャッシュしてもパフォーマンスが改善しないと意味ないんですよパフォーマンス改善するためにキャッシュを使うのでキャッシュを使ったけど速くなってないねとかレイテンシーが改善してないねっていうのがあればキャッシュを使う意味がないとでキャッシュにやっぱ相性ってあるんですよね でやっぱ頻繁にアクセスされるデータとかコストの高い計算結果とかデータの更新頻度というところがキャッシュの相性っていうのを、えー、直撃するんですけど順番に話をしていきます、はいで。これはキャッシュの効果が期待の範囲に収まるかということにもつながりますどういうことかというと、えー、パフォーマンス改善したいわけだからそもそもこの処理が10秒かかってるとか20秒かかってるとか1分かかってるのを早くしたい。 早くしたいのも例えば10秒のものを9秒にしたいのか10秒のものを1秒にしたいのかで違うわけですよね。 ね、例えば10秒のものを1秒にしたいんだったらこのキャッシュでもいいよねとかインデックスでもいいよねとか10秒のものを例えば9秒にするんだったらそもそももキャッシュいらないよねって話があると思うのでまずはどれくらい早くしたいかっていうのが前提にありますその前提の中にこのキャッシュの効果が収まるかどうかっていうのがありますこのキャッシュを導入したけど1分が10秒になるけど1秒にならないからこれじゃ足りないよねって話もあるだろうし1分が1秒になったらこれは十分だねっていうのでこのキャッシュの対応でいいよねって話になりますはい なので、早くしたいっていう理由で何かをするんじゃなくて、パフォーマンス中に基本的には、この計算結果を何 ms 以内にしたいとかあそう、明確にする、ゴールを明確にするってことですね。とか、あの何秒以内にしたいとか、何時までに終わらせ、バチだとね、何時までに終わらせないといけないっていうのは、やっぱ、ゴール設定をね、具体的な手法を作ることが大事ですと。と、はい、いうことでですね、じゃあキャッシュするぞと、問題解決するぞとなったら、まあ、次のステップ行くんですけど、はい、キャッシュのアルゴリズムと判断基準って話をしていきます。 はい、で、キャッシュのアルゴリズムを決める必要があってこれがデータの更新と生存期間を決めるということになりますでデータの更新とアルゴリズムなんですけど、えー、これライトするとライトバックキャッシングとライトアラウンドといろいろ今日今から説明していくんですけどあでもそうなってちょっと時間このペースでいくと早いから先にここの話ちょっと言っておくか。 あのえー、頻繁にアクセスされるデータとコストの高い計算結果とデータの更新頻度ってやつこれブログの中に書いてあるんで、まあ、細かいところはブログの中に、えー、見てもらったらいいんですけどあの項目の説明しておくと頻繁にアクセスされるデータってどういうやつかっていうと例えば商品データとか、あのー、例えばページのトップに出てくるような情報とかユーザーの名前とかああいうのってひ複数のテーブルであ複数の。 ページで表示されたりとか、他の複数のユーザーから見られて、頻繁にアクセスされる、そういうデータはキャッシュが相性いいよねとか、コストの高い計算結果っていうのは、例えば、ーんループの数が多いとか、えー、機械学習の結果とかっていうやつなんですけど、それってインプットが同じだったら、アウトプットする結果が同じやつ、あの1を入れたら10が返ってくるみたいな、えー、100を入れたら1000が返ってくるみたいな。 インプットが同じだったら、えー、計算結果が同じようになるやつとかで、その処理がすごい難しいやつっていうのも、えー、コストの高い計算結果で、キャッシュと相性がいいっていうのがあります。例えば、うん、そうね、今日この部屋にいる人数って、1回目はね、みんなに人数数えていかなきゃいけないやつこうやって1、2、3、4、5って。でも、今からこのセッションが終わるまでは、この部屋の中の人数って変わらないじゃないですか。1回数えたら2回目から数えなくていいよねっていうのが、これは計算結果の、えーえー、キャッシュができるってことになるんですよね。 そういうのがまあコストの高い計算結構のキャッシュって話だし、データの更新頻度っていうのはまさにそれで、この部屋の人数ってまあ今から40分が変わらないわけじゃないですか、だから40分間はキャッシュできるんですよ、でも40分後にはキャッシュクリアしなきゃいけない、でこれが LT だと5分に1回変わっちゃうみたいな話だったら、ちょっと5分間に毎回数え直せるぐらいだったら、あの最初からもう必要なときだけキャッシュあの数えたほうがいいんじゃないっていうのもあります、まあそういうところでこの3つを、ねえー、考えていくのがいいですよっていうのがあります、はい。 で考えたら、どういうアルゴリズムでやるのかって話をしていきます。はい、じゃあライトスルーの話します。はい。 はい、手法を決めるのが大事ですね、はいで。ライトスルーなんですけど、これ、なんでここだけいきなりページが黒から白になるんじゃっていうのは、これね、作ったタイミングが違うからなんですけど、<laughs> はいえー、っとこれはじゃキャッシュの元になるデータ、さっきでいうとデータ A みたいなのを書き込むときに、データベースのキャッシュ、キャッシュは CPU かもしれないし、えー、レディウスかもしれないし、メモキャッシュ D かもしれないし、プロセスキャッシュかもしれないんですけど、キャッシュの置き場に、えー、置きますと。で、データベースにも書きます。これ、同時に書き込んで、参照はキャッシュからする。 で、データが更新されましたと。データ B が作れましたというのは、キャッシュとデータベースで両方に書く。まあ、これダブルライトってことですね。こうすることによって、データの不一致っていうのが、えー、極力減らすことができますし、データの動機が必ず即時で行われるというメリットがあります。これによって、キャッシュから常にデータを取り出してるんだけども、データベースと常に一致してるよねっていうのが、このライトするっていう実装になります。はい。で、これ、えっ、ー、と、似たようなのがあって、これよく使われるんですけど、<laughs> ライトバックキャッシングっていうのがあって、まず、 えー、キャッシュ側に書き込みますとキャッシュ側に書き込むので読み込みは必ず、えー、最新のものを取り出せますと。だけどデータベースには書き込んでこないとキャッシュが落ちたりと消えた時になくなっちゃうので非同期で後からデータベースに書き込む。 こうすることって、これのデメリットって、両方に同時に書くから、書き込み2倍じゃないですか、速度が。そうすると書き込みの更新処理が遅くなっちゃうんですけど、これはまずとりあえずキャッシュに書き込んで参照もすぐ返せるんで、非同期で書き込めるんで、このキャッシュからデータベースに書き込むのところは。これは書き込みの,そのコストを下げることができます。ただ、データベースに反映されるまでにタイムラグがあって、その間でデータが壊れると壊れちゃうんでどうしますかねっていうのがあります。 はい、でこれ例えば、レディースに最初に書き込んでおいて、最初はレディースからするんだけど、じゃレディース落ちたらどうするのみたいなことがある。でそのために、えー、対応するためには、レディースに書き込むときにね、ログを残しておきましょうと。で、レディースがた、えー、落ちたときは、そのログからね、差分を、えー、取っておいて、データベースに書き込むし、えー、レディースにも書き込むみたいなことをしましょうっていうのがあって、これがね、続くに言う、ワールとかバイナリーログとかっていう、マイスキルとかポスグレでいうところの、えー、更新ログっていうのがそれに当たります。 これメモリーなんですキャッシュって言ってるとかがメモリーで、データベースって言ってるとこが永続層なんですけど、ディスクね、まずはメモリーに書きますと。だからみんながセレクトして帰ってくるの,があのメモリーなんですよね。でこのメモリーから帰ってくるんだけど、データベースに書き込んでなかったときに電源断したら壊れちゃうじゃないですかで。データ壊れちゃうから、更新履歴っていうログをわわ割るとか、えー、ビンログって呼ばれるもので残しておいて、えー、サーバーが落ちた。 起動したときに反映されてないビンログがあったらそれをデータベースの,そのストレージに書き込んでからじゃあスタートしようねっていうふうにやってます、はい、なのでこの実装するときはログを書くっていうのを覚えておいてくださいログを書いておかないと障害のときに死ぬっていうのがありますはいで次がえライトアラウンドね、はい、これはえ書き込みはデータベースにしますこ,このパターンもよくあるこのパターンは結構安全なのでこのよ捉えることなんですがデータベースに書き込んで最初の参照はデータベースからしますと で次の時に、えー、この読み込んだ時に、えー、レディースとかキャッシュとかメモリとかに置いておいて2回目からメモリから取るってやつねこれは安全に更新されるしデータロストの可能性が少ないで、えー、これの問題点はアップデートとかの時にデータバー側には更新されるけどキャッシュ側にはアップデートされないから そのま、前のデータがあるからあのそれ使おうと思うとさっきの話データベースには B が入ってるんだけどキャッシュには A 入っててでもキャッシュにはデータがあるかないかだけ見ているとあのキャッシュあるから A 使っちゃおうって言って A が書いちゃうだから定期的にこのキャッシュのデータを削除するかインサートとデリートしかない構造にしておかないと、えー、さあの <laughs> キャッシュがこう不一致しちゃう。 データをフィッチしたっていうのがあります。それかキャッシュの中のデータを定期的に消すっていうのをやる必要がありますというのがあります。で、これの弱点はこの初回の読み込みはデータベースからやるのでキャッシュの効果っていうのは2回目以降から出るっていうのがあります。はい。はい。 えと今、15分ぐらいね。はいえー、と次がですね、えー、ペイロード。ペイロードっていうのは、えー、コンフィグなどの、まあ、変更されないデータとかと相性よくて、起動時とかにも丸と取っちゃう、正あに。データベースから、データベースに本体あるんですよ。本体あって、キャッシュのサーバーが立ち上がったりとか、そのデータストアに、えー、何かあるときに、丸と全部取っちゃうで。全部取っておいて、必要なときに今使うっていうのが、この、えー、ウォーミングアップって言ったりとか、ペイロードって。 いったりします、はい、でこれはあのー、再起動とかをするときに全部取ってくるとするとこのキャッシュを消す方法は再起動しかありませんみたいな感じになりがちなのでちゃんとねこのキャッシュをリセットする方法っていうのも別途用意しておくことが必要です。はい、で次はレイジーロードレイジーロードっていうのは、まあ、これはウェブの人はね画像の読み込み処理とかだいたいこういう感じになってるんですけど、まあ、書き込み自体データベースになります。でキャッシュにはあのー データベース側からこうキャッシュにあ,のあったら書くっていう風にしておいてで読み込みはあのキャッシュから取っていくで必要な時に必要なキャッシュを取り出すので、えー、こっちの方が効率がいいアランドにすごい似てるんですけど、まあ、読み込みが最初からデータベースじゃなくてキャッシュっていうところが違いがあって、まあ、アシュとも言えますとだ、はいたいこれぐらいのパターンで、えー、みんなが使う、ね、キャッシュのパターンは網羅できるんじゃないかなと思ってます はい、でアルゴリズムの選び方なんですけど、さっきも言いましたね、データの鮮度とリソースの効率とキャッシュヒット率っていうのを、まあ、見る必要があってあ、ここはこれで説明しないのかな、まあ、データの鮮度っていうのは、さっき言った、あのー、この部屋でね、何回この、えー、人数が変わるかみたいな話で、変わらなかったら鮮度が常に新しいんだけど、変わってしまうと鮮度が古くなるって話があるんですよね。古くなったデータで許されるかどうかっていうのがあって、まあ、例えばね、あのー ブログの記事のだったりとか、あのー、例えばこのページを何人の人が見てますみたいな、リアルタイムじゃなくてもね、ばれな,ないというないに言われるんや、ユーザーさんからすると重要じゃないじゃないですか。だから、そういうのはね、全然鮮度が高くなくても、リアルタイムの数字じゃなくてもいいんだけど、例えば株価の数字とか、あのー、為替の数字ってリアルタイムじゃないとめちゃくちゃ怒られるから、そういうのはやっぱ鮮度が高い、かそのえー、更新頻度が高いから、データの。 そういうのはキャッシュ向いてるの向いてないのがあるから、このアルゴリズムがいいよねとか、データロスとしては困るから、このアルゴリズムがいいよねとかあります。は,いはい、度は考えましょうでリソース効率ってのもあって、例えばさっきのこの、えー、よいしょ。 でアラウンドとかはこデータがどうしても多くなりがちなんですよ。で、まるっとキャッシュしたりとかするとデータが大きくなっちゃうから、それであったら、レデュースの中に置くと、全ユーザー分作ると1億ユーザー作るんですかみたいな話とかあったりとかするんで、えー、これは許せないよね、許せないとそのお金が足りないよねみたいな話もありますと、そういう感じでリソース効率で選ぶ、あ,のあまり使われないんだったら、ああこの方法はえ合わないよねとか、全部使うんだから最初に作っちゃった方がいいんじゃないとかっていうのがあります。あとはキャッシュヒット率って話で、これはまキャッシュを、ね、使ったかどうかって話なんですけど、まあ、使えば使うほど良いとされています。 はい、で次に重要なのが生存期間のアルゴリズムつまりキャッシュってどっかで消さなきゃいけないんですよ。 あの実データじゃないから、だから消すためのアルゴリズムっていうのも考える必要があって、で逆にね、この永続的に残るキャッシュっていうのを作らないようにしましょうと。どういうことかというと、キャッシュの作ったときに、このキャッシュはいつのって言われて、うん、分かんないですねってって、だから2年、3年もそのレデュースを再起動してないんで、いつのやつか分かりませんみたいなことはならないようにしなきゃいけなくて、それも、ね、永続層に残ってるみたいなもんなんで、そういうのはやっぱりキャッシュのデータを作らないっていうのは大事ですと。なので、必ずキャッシュを消すっていうのが重要で、消すためのアルゴリズムっていろいろありますと。はい で、これ話していくんですけど、LRU ね。LRU、何しゃ喋ったか見えなかった。LRU なんですけど、これどういうことかっていうと、最も最後に使われたデータを削除するってやつですね。これは、こう。 ABCD ってやってえじゃあどっかのタイミングでデータを消しますとバッチン1分かに回でもいいですしあのインサートするタイミングで古いやつを消すでもいいんですけど一番使われてないやつが最も使われないだろうというロジックのもと ABC でねクリエイティブアットがあるとしたら C のクリエイティブアットがね一番古いんだったら C を消すってやつですね。はい,っていうので古いやつをから消していくっていうのが LRU というロジックになります。これれはまあよく実装されますねはいで これは過去にたくさん使ったデータだとしても、最近使ってないからいらないよねっていうので、最近使ってないやつを消す。これはもう大体こう、お母さんとかがね、もうこの服はいらないでしょって言ってセロと同じロジックですね。はい。で、次は LFU。これは削除の時に最も使われてないデータを削除する。これは最近のデータだとしても利用頻度が少ないものは削除しましょうってやつですね。これはうちの奥さんが、もうこの本は読んでないんだから捨てなさいって言われるやつと一緒ですね。<laughs> いやそれはたまにもしかしたらもう一回読むかもしれないって言ってその読むときに使いなさいって言われて、うん、そ,っかそのときにキャッシュから作るかみたいな話と一緒でこれは使ってないあの最近のデータだとしても使ってなかったら、まあ、消せばいいんじゃないっていうやつですねログインユーザーとかよくこの実装があってあのアカウントとしては新しいんだけどもあまりログインしない人の、ね、データは消してもいいんじゃないっていうのはこういう形で使います。はい でもこれは、えー、とすごく使われたデータとか残ってしまうので、まあ、これ計算式は、ね、大事にしなきゃいけないかなと思います。過去のヘビーユーザーで利用回数はめちゃくちゃ多いのに、あのー、最近使ってないから利用ユーザーとして過去ホットユーザーだったからキャッシュが残っちゃうってことが、まあ、起こりうるので、ねまあ、そういうところは、ね、意識しましょう。まあ、足し合わせで、ね、LRU との足し合わせでやることもあります。 はい、こっちはファーストインファーストアウトね。これ FFO i はまあよく使われるんですけど、まあ、削除のイベントに作られた順に、まあ、上から1、2、3って作られたら、上から1、2、3、4ってで、5ができたときは1を消す、えー、6ができたときは2を消すって感じで、ね、上から消していくっていうのがファーストインファーストアウトになります。これは短い時間でしか使われてないデータとかは、これ結構相性よくて、バッチとかね、一時データのようなときにキャッシュが必要っていうときは、まあ、古いやつをまあ使うとか、そういう難しいこと考えずに、使った順に消していくっていうのがまあよく得られますと。はい 次はランダムね。これランダムはそのままのとおり適当に消す、適当というかそのランダムに消すって言ってたんですけど、とりあえず消すなんかあの、全部消してもいいんだけど、全部消すと怖いみたいな。 これどういうのがあるかというと、ファイルとかね、えー、こうファイルで画像、HTML をキャッシュしているフレームワーク、例えばララベルだってそうだし、EC キューブだってそうですけど、ああいうやつの,そのフ,ラフレームワークのキャッシュをどれから消せばいいかなとかっていうときとか、セッションね、セッションもね、GC 走るじゃないですか、GC 走るんですけど、GC 走ったときにどのセッションを消すかとか難しく考えてると、あれほぼランダムなので、そういうのでね、消されたりとかします。これ、とりあえずデータを削除したいときいに便利ですと。 はい。で次は TTL。これ TTL は有効期限をつけるってことですね、えー。有効期限が終了してるデータを削除しましょうと。有効期限が一定にね、1ヶ月とかで、えー、いうパターンもあるだろうし、えっ、ー、と、なんか、このデータは1年だ。このデータは1ヶ月とかっていう決めるパターンもあるだろうし、レリ l i スとかだと最終更新日から LRU で TTL を設定する。<laughs> これね、最も最後にっていうのが常に最新時間を設定してたら同じこと TTL を設定してるって話になります。 TTL は例、い、TT えば、ーえー、いろんなところに使われていて、Reduce とかもそうだし、えー、Mongo とか使ってるとね、えー、最後から更新されたりとか、データ量がこれぐらいになったら勝手に消すとかの設定できるし、まあ、DNS とか設定する人だとね、D、DNS の、ねえー、キャッシュのところの有効期限って TTL 設定しなきゃいけないんで、まあ、それ,これでも使われる、これよくある、でこの足し合わせで、ね、使うアルゴリズムとして一番多いんじゃないかなと思います。 はいで次、リフレッシュ。これは特定のイベントが発生すると全部作り直すよみたいな。例えば、さっき言った再起動したら全部消しましょうみたいな話と一緒で、例えばデータベースに更新が走ったらキャッシュを一旦消す、全部。一旦全部消して使うときに新しいやつを作るみたいなパターンのときはこういうフルリフレッシュっていうのを選ばれますと。これはさっき言ったページーロードとかウォーミングアップっていうようなアルゴリズムを使っているときに、そもそもデプロイしたら毎回全部消しましょう。 みたいなやつはこういうアルゴリズムを扱っているということになります。はい、あと5分本当嘘よ、ね。あと15分よね、びっくりした、はいで。あとはタイムトゥーリフレッシュ。これはさっきのやつ、イベントでデプロイとか,あなんかデータベース更新みたいな理由でやってたんですけど、これはタイムトゥーリフレッシュというのはなんか特定の状況の時にもに全部消すぞと。 古くなったデータは全部消すすぞというやつですこれはまあセッションタイムアウトとかも、ね、同じような感じですけど、これはあの、えー、ライトアラウンドとかレイジーロードを使っているときに、古くなったデータを消すって、1個ずつ消すよりも、バサッと消しちゃいましょうみたいな、1分間に1回全部消しましょうみたいなときに、えー、やります。これは TTL を設定しておいて、1時間に1回確認して有効期限のキャッシュを消すときもまあ似たようなものですという話 TTL が過ぎてるけど消えないみたいな、えー、実装しててもよくって、この、えー、タイムトゥリフレッシュで TTL 切れてるやつを1時間に1回消す。 と、はい、いうこともよくやります。はい、ということでね、生存期間は絶対決めてほしくてあ、あのー、これ決めてないとキャッシュ消していいか分かんないんですよ。し、キャッシュ消えないと、ずっとメモリーに残っちゃうし、メモリーに残ってるかどうか、人間には分かんないんですよね。 だから、このサーバーを突然落とすと、なんかサービスがなぜか障害が起こるみたいなことがあったりするし、生存期間決めていかないと、ずっと永続的にそのキャッシュを使ってるってことになって、もちろんパフォーマンス上がるかもしれないんですけど、そのキャッシュが落ちたときにどうすればいいのとか、そのキャッシュのここのデータだけ消したいけどどうすればいいのみたいな、リリースの時にいに、このユーザーのキャッシュ消したいけどどうすればいいのみたいな話になるので、ここはね、生存期間必ず決めましょう。はい。 とということでね、キャッシュを使う上で大事なことあと13分、すごいペースが天才的ですね。天才的なんですよ、はいね。本当にキャッシュが必要か注意深く検討すること本当に、ね、これも大事なことなんで何回も言うんですけどで僕は、ね、プールリクでキャッシュを使いたいですってイスコン以外で言ってきたらちょっと1回考えてくれたらいいんじゃないって言うしイスコンの時でもうんそれはもうちょっと考えたほうがいいんじゃないと思うんですけど。 はい、でキャッシュを使うとなったら利用用途とアルゴリズムを決めてから保存の先のデータストアを選ぶってのが大事です。さっき言ったキャッシュってどっかに保存しなきゃいけないんですよ、メモリなのかレディウスなのか、別、ま、に、あ、デ,データベース上に、ね、計算結果置いてもいいし、PHP の、ね、配列で持ってもいいんですけど、それって最初から PHP の配列で持ちましょうじゃなくって、こういうアルゴリズム、例えばライトスルーで実装するんで、レディウス,、えー、スに置きましょうとか、メモキャッシュ D に置きましょうとか、えー、ライトアラウンドでやるんで PH、ね、PHP のローカルで持った 楽じゃないですかっていう話で PHP のローカルで最初から持つからこのアルゴリズムですじゃなくって利用用途に合わせてデータストアを選ぶっていうのがすごい重要です。はい、でこれはあの、えー、とプロセスキャッシュなのかクライアントキャッシュなのかミドルウェアなのかってさまざまあるんですけど先にデータストアを決めてしまうとデータストアに合わせたアルゴリズムを選んじゃうんですよね。 例えば、Reduce 使ってるからこの TTL 設定したこれにしましょうとか、えー、プロセスキャッシュしてると、プロセスキャッシュまあ落ちたらね、基本的には全部あのデータ消えちゃうから、勝手にこうタイムトゥーリフレッシュにしましょうみたいな形になっちゃう。でも、実はもっと違う方法の効率がいいのにってこともありえるんで、ここはですねデータストアは最後に決めるというのを覚えておきましょう。で結構、何気なくみんなが Reduce 使ってるから、とりあえず次のキャッシュも Reduce でいいでしょうとか。 まあ、分かんないですけど、これ、前の実装がメモキャッシュリーだったんで、メモキャッシュリーにとりあえずキャッシュしますかって言ったことがある人、本当に俺、まあまあ言うけど、<laughs> <laughs> そうね、そういうのを、あそうそう、レディースとかすぐ使いがちだから、まあ、そういうふうな実装がね、そっちに縛られちゃうんで気をつけましょう。これ、ハウにとらわれてると、リンケージで言います。<laughs> それはハウなんよって CT はすぐ言うからね。で、パフォーマンスの改善はちゃんと計測するのが大事で、さっき言ったようにんですけど、 あのこのキャッシュ実装して何秒にしたいのとかどれくらい早くしたいのってのにこれぐらいですって目標がないとあそれを、ね、使うのよくあるよねあ計測しておかないとあの目的達成したかどうかもわかんないしあ突然ね、えー、こう目的1秒以上かかるようになった時にどういうふうにするかとかも決めれないんでここはちゃんと決めましょう、まあ、一緒に書いておいたりプルリグリグに書いておいたり ADR 書くとか、まあ、そういう話になるのかなと思います。はい、でこれはもうね あのデザインドックを最初に書くと一番良いとされていて、あのね、アジャイル開発と手抜き開発違うんですよ。なんか全然この キャッシュの話と別になるんですけど、アジャイル開発やるのは普通にアジャイル開発、普通にやりゃいいんですけど、普通の開発したらアジャイル開発だと思うんですけど、普通に開発するのと手抜き開発違って、普通にアジャイル開発してるからドキュメント書かなくてもいいって話でもないしあの、設計しなくてもいいって話じゃないんですよ。設計は必ずしましょうと。その設計をするときにどういう方法をやるかとか、小さくね、その1から10まで全部やるんじゃなくて、3で済むように小さくスコープを閉じま,いましょうみたいな話が、まあ、アジャイル開発なので、まあ、手抜き開発はしないようにしましょうという感じですね。はい。 で、生存期間は決めましょう。これも大事なことなんでね、2回も3回も言いますが、ここが一番大事かなと思ってます。で、次、これはね、もう、僕のね、飲み友達が言ってたんですけど、キャッシュのリフレッシュ処理を最初から書いておく。 これあの川口君というベースの CTO の子がキャッシュの話をしたときにあそうだよねって,ってキャッシュその作り方、生成の話も大事だけど運用の話がすごい重要で運用するためにはキャッシュを全部消すとか特定の1個だけ消すとか特定の範囲で効率的に消すっていう方法を最初に用意しておくと半年後とか1年後とかにこのユーザーのキャッシュだけ消したいとか、まあ、よくあるんですけどとかこ,のなんかこの商品のキャッシュだけ消したいっていうときに消せるんでそういうのは意識しましょうと。でレースとか使ってる レディスのアイテムキーで消すとか TTL で消すとかいろいろありますけどただメモキャッシュ D の場合はそのアイテムどうやって消すのとか上書きするのとかプロセス内キャッシュの時はどうするのみたいな話があるのでそういうのをね意識しておくといいんじゃないか,かと思っておりますこれはめちゃくちゃいいなと思っていて僕も次から気をつけようと思ってますなのでさっきの生存期間とアルゴリズム以外にこれキャッシュどうやったら消せるのって話をねプルリークの中とかに最初から書いてあるかどうかっていうのをねチェックするといいんじゃないかなと思ってます はいでキャッシュの生成は常にべきとにするこれはねもうべきとは七なん隠すとね古事記にも書いてあるんですけどあの書いてないですよ <laughs> 書いてないんですけどあキャッシュが壊れたときに作り直さないといけないんですよこれ作り直す、まあ、ここの消せるってことは作り直せるってこととイコールだと思うんですけど例えばあのキャッシュをこう作り直すってのはどういうことかというとこの話するあししないねあはい 壊れた時に作り直すっていうのもあるし、あと作るときはキャッシュが作れないことを考慮するっていうのもあります。あのデータベースにつながらないこととかありえるじゃん、キャッシュが。PHP からデータベースにつながらないとで。そこでもキャッシュ作らないからすぐパニックですとか、えー、あの例外吐くってなっちゃうともうサービス止まっちゃうんですよね。これも結構あり得る。だからもうリトライするとか、あとキャッシュが作れないときはとりあえずデフォルトを返すとか。 あまあ、このパターンの話はね、さっきモズリオンの中にも出てくるんですけど、必ず例外の時とか動かないことっていうのを考慮しておかないと、すぐサービス障害につながっちゃって、リリースを再起動した瞬間はやっぱどうやってもさあのキャッシュがその瞬間落ちちゃうっていうからあの、サービス動かないんですよね、みたいなことになっちゃうんで、そこは注意しましょう。はい。ということでキャッシュが作れないことも考慮する必要があるし、キャッシュをね、作るときは常にべきと同じ、10回実行したら10回同じ結果になるキャッシュを作らなきゃいけなくて、これなぜかっていうとね、バッチュのボタンをね、2回連続で同時押ししたら、なんか1回目と2回目でキャッシュが違う からあの障害になったりとかするっていうのもねえそういうのもあったりする常でついべきとに,にこれバッチをそもそもべきとに作れって話もあるんですけどべきとに気をつけましょうはいでさっき言ったけどキャッシュが壊れたときにねサービスにできるだけ影響を与えないっていうのはすごい意識する人だってキャッシュはねなんと壊れるんですよあの これあの、ググって見たらすぐ出てくるけど、例えばメルカリさんの例で言うと CDL にね、意図しないキャッシュが入ったりとか、えっ、ー、と、i ミクシ、ミクシって知ってるみんな。<laughs> ミクシってサイトがねメ、メモキャッシュ D めちゃくちゃ使ってたんすけど、使ってると思うんだけど、あのメモキャッシュ D を、その、 落としたら全部のメモキャッシュ D が落ちてしまって大障害になったことがあってそれも、ね、記事書いてあるんですけどあのそういうのもあったりするんでキャッシュが落ちたりとか部分的に落とされたらどうなるかとかっていうのはもう考慮しておかないと単一障害点になりやすいところかなと思います、はい、でキャッシュの種類とかデータストアできるだけ増やさないといこれすっげえ重要でどういうことかっていうとじゃメモキャッシュ D も使ってますレディースも使ってますじゃあどっちに何が入ってんのって話になるじゃないですか でこのユーザーのデータはレデュースです、このパターンはメモキャッシュ D ですまあ、すごいガイドラインしきっちり分かれてたらいいんだけどいや、このユーザーのパターンはこっちで、こっちのユーザーパターンのときはメモキャッシュ D ですってなったら、コード書いてるときに、これはメモキャッシュ D から取ってきてるか、まあ、すげえいい感じのリポジトリパターンが書かれてない限りは、意識しないと難しいじゃないですか。で、意識しないじゃないですか、みんな。<laughs> このゲットユーザーした時のユーザーがデータベースから取ってきたか、キャッシュから取ってきたとか、意識したくないじゃないですか。 からそういうのもあるので、できるだけ増やさないほうがいいし、増やすとしてもリポジトリーパターンとか、えー、ファクトリーメソッドパターンとか、ビルダーパターンとかいろいろあるけどで、できるだけ意識しなくて済むように、済むようにしておかないと、本当にコード書くときにです、ね、更新の処理とかが漏れて、えー、バグが生むとか、障害に放るっていうのが結構あります。はい、で、えー、できるだけコンポーネントを増やさないっていうところ、コツなんですけど、迷ったら一番シンプルな方法を選ぶっていうのが重要で、これシンプルとイージーって違うんですよ。 さっきのレディース使ってるかとりあえずレディースするかっていうのは簡単なんだけどあれもイージーって話でシンプルっていうのは要素ができるだけ少ないことを言いますこれはあのね僕の、えー、よくうこう野生の技術顧問ってって、おて荻窪に行くとよくいるんですけど荻窪、まあ、に住んでるからね <laughs> あのえっ、ー、とイージーとシンプルの違いっていうのを図に合わせてでハードとイージーっていうのがまずあるんですよね自分にとって馴染みがあるやつは簡単 だけど、慣れてないから難しいとか、イージーとハードなんですよね。で、シンプルの反対はイージーじゃないんですよ。シンプルの反対は、何、えー、だったっけ、えー、ミニマム、要素が少ないことはミニマムで、コンポーネントに含まれている概念の最初がシンプルで,で、要素が多いと複雑って話なんですよね。シンプルの反対は複雑。だから要素が少なきゃいいってものじゃなくて、シンプルであるってことはすごい重要で、ミニマムとシンプル違うよとか、ハードとかイージーとシンプルは違うよって話が重要だし、すごい、 いい設計というのは、イージーでかつシンプルなんですよ、ね。かつミニマム。これが一番いい、ベストな方法なんですけど、その中でどれかを諦めなきゃいけないってなるんだったら、まずはイージーを諦めたりとか、ミニマムを諦めて、できるだけシンプルな状態を残すっていうのを意識するのが一番勘どころかなと思ってます。はい。大丈夫そう。あと5分ある。はい。で、キャッシュドたダメダメ絶対って言って,てこれ本当にやめましょうと思ってて、あのゼロにすることは難しいことも。だからその あの原理的にね、例えば CPU キャッシュ載ってますけどとか、OS のファイルキャッシュ載ってるんで、そういうのもダメですかみたいな話じゃなくて、自分たちのアプリケーションのロジックの中で、キャッシュの多段というのは極力下げたほうがよくて、さっきの話見たやつ、デバッグ難しくなるんですよ。だからキャッシュ A とキャッシュ B が必要になったら、少なくとも元データからそれぞれを作るようにしないと、A、B、C ってこれ多段ね、この,この話あ。ここにこの画像を入れとけばよかった。 この話ねこれその1、2、3ってあって、えー、とキャッシュをたたてるとじゃあリフレッシュを処理したいという時にこれ右から消していかないと壊れるんですよ。キャッシュの生成に順番の依存関係があるからああの順番に消していかなきゃいけないし真ん中だけリフレッシュしたいって難しいじゃないですか。 だからそうういのもあるんでキャッシュのータダは運用がすご難しくなるしデバッグも難しくなるしデプロイの時の意識する単位も広くなるんでキャッシュのータダはできるだけやめてもらえたらなと思ってます。で、ドゥル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 とダーッといってね、ダーッといってあ、いきすぎた。いきぎた、いきぎた。じゃあ、じゃうわはいはいはい。 はい、でキャッシュの内容を、ね、運用を犠牲にするので本当に必要最低限にしてほしいし、だいたいキャッシュを使わなくても、ね、アルゴリズムと,、えー、っとデータ構造で解決しますと、例えば今インデックスを活用するとかもそうだし、データベースに保存する方法を工夫するとかでもそうだし、あのー、PHP 側で、ね、取り出すときのループを減らすとかでも解決するので、まあ、そういうふうに、ね、意識してもらえたらなと思っています。はいまとめ で目的を達成できる一番単純なものを選びましょう、まあ、シンプルを選びましょう、その中でキャッシュを使った方が一番シンプルだよねってなったときは、このキャッシュにする対象のデータは何ですかと、どういうデータをキャッシュしますか、画像ですか、ユーザーの、ね、計算結果ですかで、アルゴリズムは何でいきますかと、生存期間はどの方法で保存しますかってこの3つを、ね、意識してもらえたらなと思っています。 はいでまあ、失敗を恐れるのではなく失敗できるようにするって話僕よくするんですけどこれがさっきの話キャッシュの場合はべきとに作りましょうってところなんですよべき適当に作っておくとそういうことができるようになって失敗できるようになるデプロイしたときにキャッシュがなかったとしても次リトライしたときには直ってるので大丈夫ですとかデフォルトを設定しておくことによってキャッシュがなくてもデフォルトをとりあえず返すのでユーザー側には運用ができますとか、まあ、そういうのも一緒。で例えばさっきのライト スルーにすることによってデータベースのデータとアプリケーションのデータあのキャッシュのデータ一緒になってるんで、えー、大丈夫ですとかそういう話を意識するのが大事です。はい、なのであのプルリックのレビューの時にこにキャッシュの時にこうアルゴリズムですとかここ壊れたらどうするのとかデプロイの時に失敗したらどうするのみたいなこれ壊れた時どうするの失敗した時どうするのって質問した時に、にそのパターンだとこうすればいけるよねって話をしていくっていうのが重要かなと思ってます。はい で問題解決できる技術力が、ね、正しい知識と行動の積み重ねにね宿るって僕は思っていてさっきの、ね、話って別になんか総大さんめちゃくちゃ詳しいと思ってるじゃないですかなんと全部ウキペディアに書いてあるんですよ <laughs> 本当にメモリとかの,そのキャッシュのプロセスとか CPU プロセスって僕,に僕が考えたことじゃなくて昔からあるんですよもう何十年も前から。 なので、まあ、そういうのを読むだけでも分かるしさっきの話も「うわ総裁さん図面書いてて偉いな」って思うかもしれないですけど全部ウキペディアに同じようなのが書いてあるんでウキペディア読んでもらったらいいんですよただ知ってるとできるって結構違って僕いすこんでて思うんですけどこれ確かにキャッシュしてこうやったら動くけどなぜ動かないんじゃっつってそれ普段練習してないからいきなりキャッシュを使ったら動かないものなんですよしあのロックとかもそうで普段ロックの処理全部 DB に任せてると自分でねファイルロックなんかもう何十年も書いてないから,から書けないってこともあったりとかするそういうのやっぱ普段からね 筋トレと一緒いきなりマラソン走った気がするんで普段からね運動するのと一緒でコードを書くキャッシュの知識を使ううっていうのを正しく活用するっていうのは、ね、日々やっていかないとできるようになりませんよという話ですとはいでこれねこれは任天堂の元社長の岩田さんの言葉であの確かになっなと思って僕はこれを常にここ僕は岩田さんっていう本があるんですけどその中に出てくる一つなんですけど問題があるとね解決せずにはいられないっていうのを岩田さんが言っていて例えばねキャッシュが 使ったらうまくいくかもどうかも分かんないけど、キャッシュは怖いと、自分で実装するのは怖いよね、キャッシュはやっぱ壊,し壊れやすくなるし、技術的負債にもなりやすいから、でも、誰かがこのキャッシュの処理を書かないと、パフォーマンス上がらないと、パフォーマンス上がることによって、ユーザーに価値を提供できるとか、サービスのコストを下げれるとか、運用のメリットが出てくるっていうのであれば、誰かが書かなきゃいけない。 じゃあ誰が書くのってっ時にじゃあ僕がやるかって言える私がやるかって言えるかどうかっていうのはねエンジニアの素人の,の成長を、ね、決めるところの分岐になるんじゃないかなと思ってますはいということでね技術で問題を解決しようということでご清聴ありがとうございました発表ありがとうございましたそれでは Q&A に入りたいと思いますコメントや質問のある方は挙手をお願いいたします では、前の方から。はい、マイクを、ね、お持ちいたします。あ、えー、っと発表ありがとうございます。えっとうちもちょっとキャッシュを使ってて、あまた変なバグが出たぞ。みたいなことがあって、まあ結構やめちゃったりしてるんですけど、えー、まあ、なんか今回出てきた方法の中になんかまあ、見えなかったんでちょっと聞きたいんですが、あのうちあとデータを更新したときに。 対応するキャッシュを消すみたいな動、えー、きやってたんですけどこれってどんな名前がついてるって感じですか <laughs> えそれはねさっきのこの消すところの話は生存期間の話なんで あそのさっきっデータのアルゴリズムで更新したときに消すというやつに名前がついていますかというとそれ自体の名前がパッと出てこないというよりは組み合わせだと思うんですよねリフレッシュのタイミングというのがデータを追加するときのタイミングで生存期間はデータベースが追加されるときに消されるというトリガーをリフレッシュのときの設定してますよという話になると思います。なるほど はい、ありがとうございますで生成側いや、リフレッシュ消すのは決まってるけど、キャッシュを作るときのアルゴリズムは前半の話になるということは私の場合は、えー、と多分ライトアラウンドとリフレッシャーヘッドを組み合わせて、あそ,うそ,うそ,うそうです、いうそうです、そうです、ありがとうございます。ありがとうございました。そしたら後ろの方に、はい、マイクをお持ちいたします、お待ちください。 はいえー、っとありがとうございました、えっとまあ、あのキャッシュで、まあえー、想定外のデータもキャッシュされてしまったみたいなことも、まあ、あるかなと思ってはいます。まあ、よくあるだとウェブとかだとアクセスしたときにログイン情報がなぜか,かキャッシュされてたみたいな。 想定外の場所もキャッシュされてた、これ、もしかしたら運用体制とかの話になるかもしれないんですが、そういう想定外の場所にも、なぜかまあキャッシュされてたのを防ぐためのなんか、こういうのがいいんじゃないかみたいな、一つの考えとかをなんかお聞かせいただければなと、ちょっっと思っております、はいえー、とキャッシュを運用するときに、キャッシュに想定外なデータが乗ることをどうやって防ぐかとか、運用するかって話なんですけど、これね、ゼロにすることは多分ね、人間には無理なんですよ、ああの難しいから。 で、えー、それを防ぐためにテストを書いたりとか、まあ、そのユニットテストを書いたりとか、えっ、ー、と、シナリオテストを書いたりとか、まあ、あの、そのリリース前にね、防ぐ方法ってのもすごい重要なんですけど、えっ、ー、と、リリースしたもので間違ったものが出ないってことを防ぐとは難しいんで、そこはもうモニタリングで頑張るしかないです。 基本的にはでモニタリングは、例えばわかんない、ニューレディックだと APM かもしれないし、えー、最近のオーテルかもしれないし、普通にメモリー上に、えー、保存されているデータかもしれないし、ダブルゲットしてきてね、あのー、表示されているものが正しいかどうかをモニタリングするとか、まあ、いろんな方法あると思うんですけど、まあ、モニタリングで早く気づくっていう方に寄せる必要がありますと、それはそれとして、でも出たら即死するデータってあるじゃないですか、個人情報とか、うん、それはそもそもキャッシュに載せないというのが一番大事だと思います。 で,できるだけキャッシュに載せないとか、キャッシュの中でも分ける、スコープを。例えば、このレディースは何でもまあに雑に使ってもいいんだけど、個人情報を取ってくるレディースは、例えばこのストレージを分けるで。ここの時からユーザーキーでしか取ってこれないように絶対する。でユーザーキー以外で取ってきたらエラーになるようなとか、その自分の ID、マイユーザー ID 以外で引っ張ってきたらエラーになるように PH、PHP 側で型を作るって話になると思います。だから、このゲット、なんかパーソナルユーザー、 っていうやつの渡す I D は My User I D 以外渡せないように型で作あの担保する int だったら何でもいいんだけど、じゃなくてオブジェクトとして My User I D を渡すようにするっていう話になると思います。はい、良かったですか。ありがとうございます。お時間的に次が最後になりそうです。コメントやえー、っと質問のある方は挙手をお願いいたします。はい、であちらの方にお願いします。 は,は,はい。 えとお話ありりががととうございましたたても分かが深か深ったですで、えー、とキャッシュ導入がうまくいったかどうかの指標みたいなところをちょっと伺わせていただきたいなと思ってて、あのよくよく考えてキャッシュを導入した後ですね、まあ、導入したからって、勝った第3部かみたいなことにはすぐにはならないと思っててあの、当初やりたかったこのページ表示速度とかの指標を取っていったりすると思うんですけど、そこを分解していったときにあの、話していただいたキャッシュのヒット率とか、なんかそういうところ、結構重要になってくると思うんですよね。あのおもしかしかたらまだゴールが達成で でできてないのであればキャッシュの何かあのー、何でしょうね、えー、目論んでたヒット率に行かなかったのかとかそういうの,のレジスとかだと多分何だろうなスタッツとか見ればいいのかなと思うんですけどこの辺あの。 相談さんのこれまでの経験の中でなんかどういった感じで沿っていったのかなとかキャッシュをまあ導入した後のそれの運用でどうやってモニタリングしていくかって話だと思うんですけどこれはまあ、ね、ニューレイクさんが今日スポンサーにいるので <laughs> ニューレイクさんに聞いてくださいっていうのもあれです僕は巻かれる生まれ、巻かれる育ち、えー、サーバー運用を大体巻かれるという世界で育ってきていですけど巻かれるとかでもやっぱプ,ラグンプラグインがあるし、まあ、PHP とかでも PHP の, PH P の、ね、メモリ使用率とかっていうのは PHP の、えー、APU の えー、設定から取れたりとかするんで、そういうモニタリングするっていうのが、まあ最初の話になるかなと思います。で、このキャッシュを使うと、多分リリースだとね、スタッ、あの、ステートの、 内容の中でアイテムキャッシュヒット率とかも出るし、アイテム利用率とかも出るし、えー、と普段からこうやって見ておくことによってキャッシュヒット率下がってきてるからアルゴリズム直さないといけないよねとか、この導入したところのキャッシュヒット率はこういうふうに上がってるから大丈夫だよねっていう形になるし、もちろんそれはマイエスケールでもキャッシュヒット率は出てきます、インデックス利用率は出るってくるんで、そういう形で自分たちが取ったアルゴリズムのデータストアのキャッシュはどうやったらヒット率が見れるかとか生存期間見れるかっていうところもさっきの運用とセットになるのかなと思ってます。 を選ぶって形になるかなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では、お時間になりましたので、これで q&a を終了させていただきます。この後え、休憩時間に地下1階のトラック d でアスクザスピーカーを実施いたします。質問のある方や感想をお伝えしたい方はぜひご参加ください。 フォルテの参加者メニューからもフィードバックを送信できます。ピーカーの皆様はフィードバックをとても楽しみにされております。ぜひ送信してあげてください。そして、えー、オフラインでの参加の懇親、えー、会チケットをお持ちの方は受付でリストバンドをお渡ししております、えー。15時半までとなりますのでお早めに受け取りください。えー、あと、えー、受付でランア,ンチアンチボッチランチ企画を。 ております。こちらも、えー、ぜひご参加ください。あ、最後になりますが、えー、総代さん、えー、発表ありがとうございました。皆様大きな拍手お願いします。